株式会社藤原プロダクションズは日本の映像制作プロダクションである。1921年に撮影日誌の藤原、幸三郎が藤原商会として設立し、ドキュメンタリー映画、教育映画を手掛けた。霞ヶ浦航空大基地に来航した、ツッペリン白号。吉沢商会を経て、日活向島撮影所で、技師として、撮影技師、編集技師を兼ねた仕事をし、 同撮影所の技師長を務めた藤原幸三郎が独立し、1921年、青山に設立した映画の現像場、藤原紹介が前身である。当時の日活向島の技師は、撮影、現像、編集を兼ねていたので、藤原には、機材と現像場があれば、撮影の仕事は可能であった。1923年9月1日の関東大震災の際には、 その記録映画を制作した。1929年の飛行船、ツェッペリン白号来日の際には、ツェッペリン飛行船来日記録を撮影した。第二次世界大戦末期の1945年6月、強制疎開のため現像場を閉鎖した。戦後1959年、株式会社化し、株式会社藤原プロダクションズとして設立、テレビ CF を中心に制作を行う。 ノンスメル、鳩や、福娘等の CF を手掛けた。1998年11月、日本映画検品委員会が、日活向島撮影所の跡地である、墨田区立堤小学校に、近代映画スタジオ発祥の地の石文を交流する、際、墨田区教育委員会、日本映画テレビ技術協会、日本大学芸術学部、日活と共に協賛に名を連ねた。 ありがとうございます。